Oji. こんにちは。晚上好、こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。リーユの初ラジ、初ラジ。オーディオをお聞きの皆さん、中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのリーユです。なんと今回は初ラジ、初ラジ、初の初の のメインさんです。どうもメインです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。よろしくお願いします。おお、すごいです。お願いします。はい、よろしくお願いします。私とメインさんが初めて会ったのは、はい、実は結構前です。はい。 2017年ですね。そうですね。すごい。何年前ですか？ 2017年だからもう4年前ぐらい。 私めちゃくちゃ覚えてるよその時。私もだから今は同じ事務所に所属させてもらってるんですけれども、その時はまだそういう関係じゃなくて、シンガポールのイベント、シースリーアファで初めて会ったんですけど、すごく有名なコスプレイヤーの方ですっていうふうに紹介してもらって。ありがとうございます。もうめちゃくちゃ可愛かったの、すっごい覚えてる。ありがとうございます。本当に 普通のファンとして会いました。<笑>一緒に写真撮ったよね。そうです。<笑>リーユその時のこと覚えてる？覚えてます。すごい緊張してて、一緒に写真撮っても大丈夫ですか？<笑>緊張しながら撮ってて、ありがとうございます<笑>そして下げます<笑>という感じです。でもあの時はさ、リーユ全然やっぱ日本語喋れなかったから、本当になんかでもヒアリング はできてて、私が言ったことに、はいとか、はい、はい、みたいな感じの会話で、それでもやっぱすごいなと思ってたんだけど、でも逆に今はこんなに、だってラジオまでね、こうやってやっててっていうので、本当に私はびっくりしています。ありがとうございます。いつも努力されてるんだなと思って。はい。そして、メインさんはアーティストデビューは今年は15周年ですね。はい、そうです。すごい。ありがとうございます。はい。 もうあっという間です。はい、歌を歌っているよかったなと思った瞬間はどんな時ですか？やっぱりライブをしてる時ですね。そうですね。なんかこう普段レコーディングとかいろんなお仕事楽しいけど、やっぱりその自分が信じてこれをみんなに届けたいな、きっとみんな楽しんでくれるだろうなって思って で、一緒にやっぱみんなと楽しめるライブっていうのが一番楽しいなと思ってますね。すごいです。リーユもライブは楽しいですか？いや、まだそんな余裕がないです。<笑><笑>本当に？いつもなんかキラキラしてる感じするけどな。余裕がない。まだ緊張する？はい。あ、そうなんだ。でもそれがまた今のリーユの魅力かもしれないな。ありがとうございます。<笑>毎回メインさんの あのパフォーマンスが見るときに本当に迫力がやばいです。<笑>迫力ある。<笑>そう、もう一気にわーって、なんか歌の中に入ってた。そう、毎回。確かになんかこう、なんて言うんだろう、憑依ってわかる？憑依、憑依、憑依ってちょっと難しい日本語なんだけど、例えば歌に私は憑依する感覚があって、その憑依っていうのは例えばなんか、 怖い言い方すると別のなんか人が、メインの中に入ってきて、こう違う私になってるみたいな感覚になる。そうか、なんか歌によって違うのキャラになるのかな。そうそう、それをなんかね、自分でもなんていうの、あんま考えないでそうしてるから、演じてる。そう、なんか演じてるみたいな感じなのかもしれないけど、もう勝手にそうなっちゃうっていうか。 だから終わった後、もうあんまり覚えてない時も結構あって、すぐ戻った。そう、なんか歌ってる時はもうただ楽しいとか、そういう感覚でしかないから、なんか気持ちいいと思いながらいつも歌ってます。すごいです。はい、では15年間の活動してきて、一番嬉しかったの瞬間は？
どういうか、どういう、どう、どういうんですか。そうですね、15年間で一番はすごい難しいけど、うんうん、やっぱりワンマンライブのツアーをした時はすごい嬉しかったです、うん、なんかそれまでイベントとかもたくさんさせてもらってたけど、自分のワンマンってなるとやっぱ私のファンしかそこにいないわけじゃん、うん、ですです。そう、それで東京はもちろん嬉しかったけど、私名古屋出身だから、はい、うん、その名古屋で初めてライブができた時っていうのはやっぱりすごい嬉しかったです、うん、こうちっちゃい時、まあ、学生の時に通ってたライブハウスとかそういうところで自分がこうステージに立ってるっていうのはやっぱりまた一つ夢が叶ったなっていうのを、はい、名古屋に帰るといつも思いますね。すごいです、うん、あとなんか47都道府県ってわかる、うん、あ、はいはいはい、そう、日本の全部の場所でライブをしたのもすごい嬉しかったですね、はい、すごい。やっぱりリユーも上海でライブするとその感覚、ちょっと想像してわーな感じが感じました、ね、なんか地元ってやっぱ特別だよね。うん、やっぱあの昔なんかいろんなアーティストさんがやってるコンサートやってるの、うんうん、上海のライブハウスとかやると、うんうん、わー今想像できないよね。うーん、はい、そうだよね、自分が通ってた場所に自分がねステージに立つっていうのはやっぱ不思議な感覚だよね。そうです、もともとなんかいっぱいあのアーティストさんがやってるのところがやるのは今無理ですねはい、そしてそんなメインさんが一番泣いたことって何ですか。そうですね、なんかやっぱライブが大好きだからこそ、うん、ライブが中止になってしまう時っていうのはやっぱすごく悲しいなって思いますね、はいはい、なんか、まあ、今回のコロナ禍の時も2020年のツアーが途中で中止になっちゃったので、うん、やっぱり最後までやりたかったなって思うとなんかこう終われない、ファイナルを迎えないとやっぱり終われないから、はい、なんかしょうがないって分かってても、うん、その中止が決まった時はお家で泣いちゃいましたね、うん、本当に悲しいことです、ね、でもなんかそういう悲しい涙は嫌だなと思うけど、うん、例えば最近オンラインライブを結構させてもらってるんだけど、はい、オンラインライブで一番最近先月もなんかこういい歌歌えたなっていう感覚があって、こうなんて言うんだろう、みんなに会いたいよっていう気持ちも自分の歌に込められた瞬間に、はい、なんかちょっと泣いちゃって歌いながらね、はあ、すごい。でそれをお家でその映像を見ててもまた泣いちゃうの自分わかるわかる、そうすごいなんかねどんどん泣き虫になってんの私、うん、自分のなんか泣いてるのところが見ると自分も泣いてる、わかる、すごいわかる、 かるそう、そう、でもなんかまあそれは悲しい涙じゃないからまあいいかなとは思ったり、はい、自分のことに感動するよねそう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 なのそうなのはい、そしてメインさんは世界各地でライブをしていますが、はい、日本と中国のライブで違ってることがありますか。なんか中国の皆さんはすごい歌ってくれますよね。わかる、うん、なんか日本は、まあ、歌ってって言うと歌ってくれるけど、うん、その好き勝手にあんまり歌わないというか、でも中国の人は私ここ歌います僕ここ歌いますみたいな感じで、うん、バラードでもやっぱすごい合唱するじゃないですか、はい、やっぱりリユーも歌う、ライブ行くと私はお客さんで、うん、本当にせっかく生で聴けるだから聴くの方なんです、うんうん、あ、そうなんだ。じゃあ別に中国あるあるってわけでもないんだ、はい、でも中国の人は大体あのなんか一緒に歌うの感じが好きで、うんうん、滑らかな曲も結構あって、うんうん、そういう感じで一緒に歌いたいの人が多いんですね。だって私の曲のダイヤモンドクレバスも最初すごい静かに始まって、はい、うん、わーわーわーって私が歌うのに、うん、わー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 ってみんな言ってたよ中国のみんなは。そうですね、激しいの人もいっぱいあるよねあ、そこも歌うのみたいな。そう、なんか中国のアーティストさんもなんか前で歌って、うん、次はこうやってやるの、あ、マイクをね、そうそうそう、みんなに向けてこうやってやるのもある、結構ある。確かに日本でもみんな歌ってくれる場所あるけど、中国の人はほとんどやっぱ歌うっていう感覚が私もあります、うん、そうですね、あの中国で応援がそんなに日本みたいにこういう、うんうん、あ、サイリウムの動きとかもあんまないもんね。そうそう、動きはそんなにないんで、だから歌うで一緒に参加できるのかな、うん、やってます。だってさ、サイリウムとかを使うようになったのも結構最近じゃない。そうそうそう、私も10年ぐらい中国とかでもライブさせてもらってるけど、10年前とかみんなサイリウムをこう
おいおいってやっぱ振らなかったもん。そうないです、なんかみんなすっごい長いさ工事現場みたいな長いやつを持って、しかもこうちょっとゆらゆらしてるみたいな。そうゆらゆらだけです本当に、ね、だからきっと日本の文化が中国にも伝わって、うん、まあ、みんな好きでやっぱいろいろ見てくれて真似してくれてるんだろうなっていうのを思いますね、はい、そうそうそう、どんどん今入ってる、ね、日本っぽくなってるよね逆に。そうです、はい、うん、面白いですそれが。はい、そしてそんなメインさん、はい、6月30日水曜日にアルバム、はい、モーメントブックをリリースされるんですよね。はい、そうなんです。こちらはアズールレーンのオープニングテーマ、グラファイトダイヤモンドなども入っていたりとか、うん、まあ、新曲で私が、まあ、新曲5曲あるんですけど、うん、あの作詞をすべてしてたりとか、まあ、1曲は作詞作曲をしてたりとか、あと先日配信された未来ノートという楽曲、まあ、こちらももちろん新曲なんですけれども、はい、こちらは大石雅義さんに作っていただいた楽曲も入っていたりとか、はい、まあ、本当に大切な瞬間っていうのを切り取って、うん、ここに収録することができたなって思っている、とても大切なアルバムができました。はい、はい、すごい素敵です。ありがとうございます。作詞とか作曲とか、うん、すごいです素敵なアルバムですね。ありがとうございます。はい、そして曲紹介お願いします。はい、それでは6月30日水曜日にリリースになりますフルアルバムモーメントブックにも収録されるこの楽曲をお聴きください。メインで未来ノート。なんで忘れていたんだろう、机の奥の音が眠っていた。そのページを開くとき物語は突如よみがえる。何にでもなれそうな気がしてた、本当は何もしてないだけだった。自分がちっぽけってこと知りたくなかった。この日泣いてた。
曲に入ったすいません本当に聴いて力が感じてなんかもらったよね。感動しました。本当にありがとう。なんか今すごいリユ熱い感じだった。自分の胸を押さえてもらったよねもらったありがとうございます。はい、お届けしたのはメインさんで未来ノートでした。ファンみたいです、すみませんありがとう。はい、ではここからは番組恒例のこの企画、おいしい推し。はい、日本にある美味しいものをリスナーさんから教えてもらい、私が食レポ、毎回美味しいランキングをつけているんですが、なんと今回はメインさんが美味しい推しを紹介してくれます。はい、ありがとうございます。私これツイッターで見ててやりたいと思ってたの、うん、だから嬉しい、うん、いつもなんかリユが日本のお菓子めっちゃ食べてると思いながら見てました。はい、美味しい推しは美味しいお菓子になるね。ね、お菓子いっぱい食べてるんだよね最近ね。はい、ちなみにこのコーナー前回からシーズン2に入りまして、はい、今は1位がわさビーフです。お ポテチでですね、うん、わさびのね。はい、うん、それではメインさんが教えてくれる美味しい推しは何ですか。私の美味しい推しはこちら、三河屋製菓が販売しているエビみりん焼きです。はい、でかいです。そう、リユこれ知ってる？なんか似てるのものが、うんうん、あ、見たことあるか。あ、そうなの。似てるものはちょっと見たことあるかも。はい、これなんか多分日本の皆さんにとってはもう駄菓子的な感じの昔からあるおやつなんですけど、うんうん、まあ、すごい丸くて丸大きくて、うん、なんかおせんべい、エビせんべいみたいな、めっちゃでかいせんべいです、はい、これ名古屋だとこれお祭りでよく食べるので、ここにソースつけて、うん、そう卵も乗ってて目玉焼きみたいな。ソースどこそう、ソースだと青のりとか乗せてなんかちょっとしたお好み焼きみたいな感じで食べたりもする。玉せんって言うんだけど、それそう。でもこの、お菓子大好きで、私は中国とか、まあ、海外に行くときに必ず持っていくの、うん、持っていくの。そう、もう日本の安心する味、これは絶対持ってってる。すごいです。はい、はい、じゃあまず食べる前に自撮りしちゃいます。包丁毎回の定番です。うん、自撮りのコツは何ですか。自撮りのコツは教えてください。光探す光探す光探すスタジオなんかだってスタジオとかで撮るときちょっと難しくない。ちょっと暗いよねスタジオって、はい、光を探す光を探すのはい、撮ります。はい、3、2、1。はい、この写真はリーユースタッフツイッターに載せるので、リツイッターで拡散してください。はい、それではメインさんが推し、あ、しているはい、エビみりん焼きいただきます。そしてメインさんも食べていいんですか。食べてください。わかりました。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。でかいです。あ、エビだエビ感じた。うん、エビ。このなんかちょっとしょっぱいけど気持ち甘いっていうのがすごい好き。私、しょっぱい。うまいです。うん、うんうん、なんかソースとかつけると合いそうじゃない。はい、わかる、うん、これだけでも美味しい。卵欲しいそう、卵もあるとねめっちゃ美味しいんだよ。はい、香りですね、うん、あ、どうしようどうしようどうしよう、ランキングランキングぜひランキングをつけてください。やばいです、やばいです、プレッシャーがあります、本当に先輩を目の前にして何位につけるのでしょうか。リーユさん、プレッシャーがすごいです、どうしよう、ごめんなさい、もう謝ってる、ごめんなさい、もう謝ってる。はい、では、はい、今回の美味しい推しのランキングをつけていきます。はい、エビみりん焼きは第2位です。ちょっとリーユ先輩やぞ。あーあれ、あー、負けちゃった。本当になんか私のせいじゃなくて、はい、私のせいじゃない前回のわさビーフのせいなんですよ。あ、わさビーフがちょっと美味しすぎた。なんかシーズン2で、うん、
最初の美味しい推しはポテト系になってて、うん、これはまずいです、うんうん、そうだよね、なんか見たようなやつが並んでたよね。そうで、これはまずいです、これは。あ、すみません、あ、美味しいです、でもなんかその謝られてる感じがめちゃくちゃ傷つくんですけど、私なんかでも今ね、シーズン2が始まるばかりで、はい、今2位なんで、うんうん、今後も結構上位、はいはい、に気がします。あ、本当ですか。そうです。あ、それはじゃあ安心していいんですね、はい、これ毎週私チェックしておきますよあれリーよ、あー言って私また3位になって4位になってったぞって、先輩チェックしますからね。いやでも甘しょっぱい本当に好きで。あ、本当ですか。そうです。で上海の人も、はい、だいたい甘しょっぱいの食べ物が好きです。ぜひ覚えておいてください、このお菓子リーユさん。はい、メインさん教えてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。そして最後にメインさん、もうすぐライブがあるんですね。はい、そうなんです。5月30日日曜日に125ミュージックというライブを開催いたします。こちら私の15周年記念で、1月から毎月、まあ、オンラインライブを開催させていただいていたんですけれども、このラスト公演が5月30日ということで、でこれは1年以上ぶりに有観客で公演ができるということで、私も直接皆さんにお会いできるのもとても楽しみにしています。会場は中野サンプラザです。もちろんオンライン配信もありますので、全国の皆さんオンラインで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ライブとアルバム楽しみしています。はい、ありがとうございます。そして、私からも一つのお知らせです。はい、5月23日日曜日にファンクラブ限定イベントリーユー恋ファーストデイとリーユートーク&ミニライブイベントリーユー with you を開催します。リーユー with you では初ラジの収録もやっちゃいます。皆さんに会えるのを楽しみしています。すごい、あ、そして今はもうワクワクです。詳しくは私の公式サイトやツイッターをご覧ください。そしてメインさん、なんとなんとなんとですけど、はい、次回も来てくださいます。はい、ありがとうございます。はい、次回の配信は5月の28日金曜日夜7時からです。忘れずに聞いてくださいね。ここまではリーユーとメインでした。バイバーイ。